全部で15組29人の選手が出場します。第一人者のボニー・ブレア、世界記録も保持していますが、1日目圧倒的な強さで優勝を飾りました。昨日の成績です。ブレア、シェンク、そしてクスノセが3位に入りました。6位までがご覧のような成績で、日本の島崎6位に入っています。亀井さん、昨日の成績を見ると今日占う上でどうでしょうかね。そうですね、やはり、ボニー・ブレアはまず、トップで来ると思いますが、はい、それに続く、シェンク、クスノセ、はい、また日本の島崎、そして岡崎が、これに続いて、また表彰台を目指して頑張ると思います。ボニー・ブレアの優勝の可能性ってのはかなり高いですか。そうですね、やはり 500m におきましては、時差の影響もなく、ちょっと頭抜けてるかなと思います、はい、後ろの組で強い選手が出てきます。最終組から6組をご覧いただきます。スーザン・オークと岡崎、ルメイとフェルカー、ズロワと楠瀬志保という組み合わせになっています。そしてガルブレヒトと島崎京子、ラビロは金華と組んでいます、中国。そしてフランジスカ・シェンクとボニー・ブレアという最終組。これは面白そうですね。そうですね、昨日の1位と2位の対決ですので、大変楽しみです。それから楠瀬が昨日は3位に入りましたが、まあ、ポスト橋本聖子というような位置づけになる年だと思うんですがね、はい、その他にも岡崎も期待されています。日本勢に対してはどうでしょうか。そうですね、岡崎さん昨日ちょっとやはり、かなり、プレッシャーの中で、自分のレースができなかったと思いますので、今日はなんとか頑張ってほしいですね。はい、第10組に日本の岡崎朋美、今シーズンこの 500m 非常に好調です。そして相手はリレハンメルのメダリスト、スーザン・オーク、カナダ。 100m ともに自信を持っている2人の対決。 100m 10秒台期待できますよ。さあどっちが100を取りますか。これもポイントになります。岡崎さんいいスタートですよ。スーザン・オークはここからピッチ上げてきます。はい、岡崎さん今日キレはありますよ。さあどっちが取るか。体を抑えています。体を抑えてスタートしました。奥崎、あ、いいです、いいです。10秒9何取りました。スーザン・オーク11秒フラット。さあ100を取ったというところは非常にいい出足を切りました。日本の岡崎、ここでオークの後ろについて。そうです、風よけを1回作りました岡崎。はい、岡崎さんの方が伸びてますよ。さあ小さいカーブの出方はどうか。はい、最後ここのカーブですね。大きく余分に作ってきます。カーブを作ってきました。おっと膨らんだ。ここで浅田がリード。そうです。大きく大きな少し前に出た。大きな出て、大きな先にゴールイン。41秒34でトップ。そして岡崎は現時点で2位。19人の選手が滑り終わっています。残りあと5組というところで現在トップはスーザン・オーク。そして岡崎は第2位。3位にホイセット。昨日よりはまだ滑りは良かったですね、岡崎さん。はい、やはりそれぞれの選手の記録を見ていますと昨日よりもいいですね。そうですね、はい、岡崎さん良かったですよ今日のスタートは。しっかりと低い姿勢から、滑走してますよ。昨日はこの映像でいきますとお腹が見えるような少し立ち加減の格好になりましたが、ね、顔を抑えています。ちょっと岡崎さん最後膨らんだんですよね。これやはりスピードに持っていかれましたか。そうですね、しかし彼女もう少しこの腰がもう少し入るといいんですけど、上体だけ内側に向いてしまうんですよね。腰から下もこうバンク、ね、角度をつけるような形ですね、はい、そのイメージのトレーニングを今朝もしていました。この岡崎今シーズン成長しています。日本の楠瀬志保、 1000m 優勝、 500m も3位、1日目絶好の滑り出しを切りました。そしてロシアのズロワ、インレーンのスタート 500m では昨日5位。楠瀬さんは昨日の勢いで行ってほしいですよね。昨日はスタートが非常にうまくいきました。今日もまず合いました。ちょっと今抜けましたね。ちょっとしっかりと氷を捉えられなかった、はい、ということです。はい、ちょっと遅れました。今日は遅れた。ズロワ10秒98、そして楠瀬大きく遅れました。
100から500は非常に強い楠瀬ですが、ちょっとこのハンデは大きいかもしれません。そうですね、ちょっと向かい風にあおられてますよね。さあ、隠れ追い風、追い風のスピードをどこまでもらえるか楠瀬。逃げます、ズロワが逃げます。ズロワ速いですよ。これズロワリード、昨日の5位から順位を上げてくるか。ズロワ、楠瀬最後追います。あと50、ズロワゴールイン、41秒33でトップ。いいダッシュだったですね、ズロワは。はい、楠瀬遅れて9位、42秒29。今日は表彰台はありません。楠瀬リンクレコードでズロワが勝ちました。スタートは良かったんですけど、スタートのつなぎですね、ちょっと楠瀬さん、バタつきましたね。はい、ズロワが41秒33でトップ、スーザン・オークが2位、そして日本の岡崎第3位。でもかなりここで離されてますよね。ズロワはちょっとこれコースの外を走ってますよ ね、 そうですね、ちょっともったいないですね。やはりもっとギリギリ走らないとやはり、もったいないですね。とまだまだこれ伸びる素材ですね。そうですね、第13組です。ドイツのガルブレヒトと日本の島崎。島崎は昨日の 500m6 位、ガルブレヒトは10位。まだ調子を上げていく過程だと話しているこの島崎です。島崎さんも問題はスタートですね。 500m のスタートは非常に重要、決まるかどうか日本島崎。はい、まずまずいいです。そして、はい、もう乗ってますよ。100を先に取りたいところ、アウトからのスタートの島崎。1秒で来てほしいですね。あ、来てます、来てます。10秒台できました。これはいけますよ。はい、10秒99できました。から島崎さん強いので、低い姿勢で、はいはい、これを横で捉えてますよ。そしてカーブワークも絶妙の島崎、はい、小さい方のカーブはどうか。問題ここからですね。出口は、はい、いいです。綺麗についてきました。はい、はい、伸びてます、伸びてます。島崎がリード、まだ伸びてますよ。あと 50m、 現在のトップは41秒33。さあ島崎のゴールタイムは41秒13、トップに行きました。島崎会心のレース。島崎さん最後のストレートの伸びが良かったですよ。昨日と全く違いますよ。はい、見事な滑りでトップ。昨日のボニーブレアの優勝タイムが41秒20でしたから、それを上回るタイム、まあ、コンディションに差はありますが、これはまあなかなかのタイムってことは言えるんじゃないですかね。そうですね、しかも今日はアウトスタート不利ですからね、はい、その中での今トップですから、もう一度じゃあこのカーブを浜谷さんに見てもらいましょう。はい、しっかり腰が入ってるんですよね、腰で、左足でキックしてるという滑りですよね。腰から下をこう全部使ってるようなね。そうですね、はい、ブレが少ないですよね。100メートルを10秒99で通過して、そして100からコース取りもうまいですよ。最後はこれ膨らませたという滑りです。はい、30秒14というこれまでの選手の中では最も速いペースでこのレースを作り上げました日本の島崎。だいぶこう1日で変わってきますね。そうですね、残すところあと2組になりました。ロシアのラビロワ、そして中国の金華。金華は昨日の4位。走るような形でラビロワ。さあ金華の100は10秒98、速いタイムできました。島崎とほとんど変わりません。現在のトップは島崎、ラビロワが外に、そして金華も島崎と同じ小さい方のカーブを回りなければなりません。ここのテクニックですね、はい、さあそのテクニックかどうか。ちょっと膨らんだ、膨らんでしまった。ここでラビロワ逆転。あと 50m、 ラビロワがリード、41秒27でラビロワが第2位。島崎のタイムは41秒13でトップ。やはりインスタートの風を利用しましたよね、今は。期待されました金貨のところが2つに終わりました。やはりここでだいぶ金貨風にあおられてますが、ラビロは反対に、その風をうまく、負けないように利用しましたね、はい。さあこの段階で残るところ1組になりましたので、島崎の3位以内は確定です。
最終組、素晴らしい顔合わせになりました。ボニー・ブレアアメリカとドイツの若手フランジスカ・シェンク、これまで女王の座を守り続けてきました。メダルもたくさん取ってきましたボニー・ブレアと、そしてこれから世界のトップを狙おうというフランジスカ・シェンク、ドイツとの対戦になりました。かなり集中してますよブレアは。今気合入ってましたね、はい。そしてこちらがフランジスカ・シェンク、大きな滑りが特徴です。やはりブレアのスタートにシェンクがどこまでついていけるかがポイントだと思います。新旧対決となります。ちょっとブレアにしたら遅れましたね。ブレア遅れた。シェンクいいスタートですよ、はい、100の通過は、おっとブレアここから来ます。11秒台です。ブレア遅れた。11秒台のブレア遅れました。さあブレアここから立て直してくるかどうか。ここからシェンクの追ってます。大きな滑り、うまいですねこの追い方、はい、体中を使いまくるという感じのこのブレアの滑り、ボンバリのような筋肉を持っているボニー・ブレア、いい勝負ですよ。ブレアが若干前に出たか。ブレアリードですね。ブレアリード、現在トップは41秒13。さあタイムはどうかブレア、41秒03。さすがブレア、最後バランス崩したんですけどね、力で持ってきました。 100m の出遅れがそうですね、スタートがちょっと遅れましたが、やはり後半強いですね。29秒89で 400m の一周を回ってきましたボニー・ブレア、昨日今日と連続優勝、気合が入りすぎてスタート遅れたかなって感じがあったんですが、です、ね、ここはスピード乗りすぎてましたので少し膨らんだんですよね、しかしうまく出てきましたよ、特にブレアのこのバックストレートの追い合わせがあった、はい、ちょっとここで、それでもトップに立ちました。そして日本の島崎は第2位、3位ロシアのラビロワという結果になりました。2日間連続この500メートルを制しましたボニー・ブレア、今年第一戦を退いてしまうのがまだまだ残念なような気がします。昨日に続いて女子の 500m はアメリカボニー・ブレアがまたミスをカバーするような力を見せつけまして優勝しました。41秒03。そして日本の島崎が2位に入りました。これも見事なレースでした。3位がラビロワ、ブレアと一緒に滑りましたシェンクは今日は4位、ズロワ、スーザン・オーク6位、岡崎今日も3位以内は無理でした。ガルブレヒト、ホイセット今日はいいです。ドイツの若手のフェルカー、そして10位のルメイまでと続いた女子 500m の結果でした。それでは惜しくも2位になりました島崎選手です。残念でしたね。そうですね、今日は自分ではレース振り返ってどうだったんでしょう。やっと氷に伝え、自分の力が伝えられる方向に向かっているっていうのがやっと、近づいたっていうのが、実感だったんですけれども、やはりこういう、ワールドカップとか、世界の方々と戦うには、結果としてチャンピオンにならないと意味がないっていうんですか、1位と2位とではかなりの差があるっていうのが、今回本当に実感に思ったわけですけど、今日はアウトスタート不利なところでこれだけいいレースができたというのは自信になったんじゃないでしょうか。自分では不利だと思ってはいなかったんですけれども、200m 過ぎてからの後の 300m っていうのを、昨日からどういうふうにこういうふうに滑ろうっていうのを決めてはおりましたので、その等には、なかなかなりませんけれども近づいているということはもう今回の大会で、いい収穫にはなったと思います、次期待しています。ありがとうございます。